皆さんこんにちは、ドイちゃんです。今回の動画は、ステム、皆さん高さの調整自分でやったことありますかね。もしかしたらない方もね、中にはいらっしゃると思いますので、今回は、そんなステムの高さの調整方法、どうやってやったりのか、どんな手順があるのか、どんな工具が必要なのか、この辺を紹介していきたいと思います。それでは見ていきましょう。まず最初に、こんなね、簡単そうに感じるもの、確かにそんな難しいことではないんですけど、ステムの、ね、高さを変えるときに、注意点としては、高さを変える時点ではそんなに問題はないんですけど、変えた後にね、いろんな手順があって、その手順を間違えてしまうと、ハンドリングの、フィーリングが変わってしまったりとか、あとは、最悪の場合、このヘッドセットと言われるベアリング自体をね、破損してしまう可能性もあったりしますので、この辺はね、たかがステムの高さ、ハンドル高さを調整するっていうだけのことなんですけど、しっかりとねやらないと事故にもつながることになりますので、この辺はね最後までしっかりとご覧いただければというふうに思います。さて、ステムのね高さを変える際に必要になるものなんですけど、基本的にはねヘックスか、あとはトルクスですね。ステムの種類、メーカーによってやっぱり使う工具が変わってくるんですけど、大体一般的なのはって言ってしまうと僕の主観が強すぎると思うので、主に、ヘックスを使う場合と、これに分かれるんですけど、ヘックスの場合だと大体3ミリのものもありますし、4ミリもあります。結構古いタイプだと5ミリっていうパターンもあって、あとはマウンテンバイクとかダウンヒルバイクとか、そういった結構振動がね強い、強く来る、ハンドルにこう衝撃が強い系のバイクだと、5ミリの、ボルトを使ってる場合も、ございます。5ミリのボルトじゃないな、5ミリのヘックスが必要なボルトを使ってる場合もあるということで、実際にやる際はこういった、ヘックスであったり、あとはトルクスをね準備してもらえばいいのかなと思います。あとは、高さをね変えた時に、この何て言うんですか、上にある部分がすごくもう出っ張ってしまっている場合、これはね、何て言うんですか、リセールバリューを考えると残しといた方がいいと思うんですけど、もうずっとね乗って、特にその中古で売るとかそういうのを考えないで、いますよっていう場合は、切ってもらった方が、コラムですね、コラムをカットしてもらった方が、見た目だけじゃなくて落車した時の、危険性とかもやっぱりね、低くっていうか、危険性を減らすこともできると思うので、このね胸を打ってしまってとか、骨折したりとか、最悪の場合ね、もっとひどいことになったりとかする方もねいるとか聞くので、このコラムというのはあまり出っ張って、出しゃばってる人はですね、カットした方がやっぱり安全なのかなと思うので、その際はね、そのコラムカットの、機材とかも必要になってきますが、この辺はね結構ね、ご自身でやれる方はねやっていただいていいと思うんですけど、自信のない方はやっぱりプロショップに持ってった方が、そこまでねコストがかかる部分でもないと思いますので、全然ね、ショップに持ってった方が安心なのかなというふうに思います。はい、ちなみにコラムをカットする際に必要になる工具に関しては、こちらとこちらです。で、コラムにですね、その切りたい部分に、目印をつけてもらって、コラムカットする際に必要な、台座をですね、アタッチメントをつけてもらって、それに沿って、こういったねカットする工具を使ってですね、カットしてもらう、こういった形でご自身でね簡単にはできるんですが、やっぱりね心配な方はプロショップに持っていくのがいいのかなと。で、このカットする際に結構ね、アンカーボルトを入れっぱなしでカットしてしまって、ああやっちゃったっていう方も結構いるので、そうならないようにアンカーボルトはね必ず外した状態で、カットしたい場所を目印をつけてですね、アタッチメントをつけて切る工具で切っていく、この手順をしっかりとね頭に入れてやってもらえばいいのかなと思います。で、切った後に必要な、ことなんですけど、切った後にアンカーボルトをね戻していきます。アンカーボルトを締める際は、ステムをつけた状態でね、締めてください。でないと、締め付け、そうだな、これ難しい、これはな、
ステムをつけた状態でアンカーボルトを締めていかないと、コラムがですねカーボンの場合だと割れてしまう可能性があるので、これだけは、ね、注意してもらいたいなと思います。なのでステムをつけた状態でアンカーボルトを締めていく、これだけはね守っていただければなと思います。さて最初ね必要な工具からコラムカットの話にちょっと話が逸れていっちゃったんですけど、外す際のねまず手順ですね。手順はこれねトップキャップについているボルトをまず緩めますね。でその後ステムのボルトを緩めるとっていうかトップキャップは、ね、完全に取り払ってくださいね。でステムのボルトを緩めるとステムが外れるという形です。で下げる際はここについているステムの下についているスペーサーを抜いて、でまたステムを戻して、でその戻と取り払ったスペーサーをステムを装着した後にその上にまた上乗せしていくという形で、大丈夫です。最初に言った通りカットしたい人はそのステムのスペーサーね、コラムのスペーサーはいらなくなってしまうんですが、リセールバリューとかリセールのねことを考えている方に関しては切らないと思うので、その取り払ったステムのコラムスペーサーは上に上乗せしていくという形で大丈夫です。で調整が終わった際、というか、調整する際の注意ポイントとしては、あまりね1センチとか2センチとかいきなり下げないでくださいね。これね、下げると体がびっくりしてしまったりとか、もうそもそももうハンドルが高すぎてもう全然もともと全然ダメだったんですよっていう方に関しては一気に下げてもらうので全然問題ないと思うんですが、ある程度乗り慣れていてちょっと下げたいなぐらいの感じで考えている人はいきなり 5ミリ以上1センチとか2センチとか下げてもらうとかなり体に負担がいくと思うので、これはちょっと下げてほしいなというふうに思います。で、最終的にステムの、ね、高さが調整し終わったらですね、どういうふうに戻していくのかってことなんですけど、どういうふうに、元に戻していくかってことなんですけど、まずステムのトップキャップにあるボルトを締めていきます。ステムというのは下側にフロントフォークの上についているベアリングと上側についているベアリング、そしてステムがあって、その上にコラムの中にアンカーボルトのね、固定する、ものが入ってるんですけど、それを軸にこのトップキャップのボルトを締め込むことによって圧縮されてね、ステムが固定されると、フレームに固定されるというシステムです。なのでまずはトップキャップのボルトから締め込んでいくとぐーっとね圧縮されていって、固定されるということなので、上のねトップキャップのボルトから締め込んでいってください。これね締め込む際の注意ポイントとしては、ハンドルがこう左右に動かした時になんかちょっと抵抗があるなとね、抵抗があってちょっと重たいなっていう場合は締めすぎですね。なのでちょっと緩めてもらうと、逆に両方のブレーキを握った状態で前後に動かした時になんかガタがあるという場合は緩いのでトップキャップのボルトをさらに締め込んでもらう、これで、しっかりとね固定されると思います。硬すぎる場合はちょっとボルトを緩める、で緩すぎる場合はボルトを締めてしっかりと圧入されているかどうか、これをね確認するのが大事です。確認する際は両方のブレーキをフロントとリアのブレーキを握った状態で前後に、やるとですねある程度ガタがあるかどうかというのを確認できると思うのでやってもらえばいいのかなと思います。トップキャップのボルトが締め終わったら続いて、最終的にやるのがステムの2本のボルトをね固定していくということですね。固定する際はしっかりとトルクレンチを使ってやってください。だいたいね5ニュートンメーターとか6ニュートンメーター、アルミのねステムとかだと、8っていう場合もあると思うんですけど、この辺はねご自身がお使いのステムのね表示を確認いただいて、それに沿ってですねそれに従ってやってもらえればいいのかなと思います。どうでしょう、結構簡単だったと思うんですけど、最初ね、話した通りカットする際はカットしてもらって、カットするとね、次に例えば、中古で売った時に、バリューがちょっと下がってしまうっていう可能性もありますし、幅が狭まってしまうので同じような身長の方しか乗れなくなってしまったりとかっていうこともあったりね、そういうことを考えると、切らない方が、中古で売ることを考えるといいのかなっていうこともあったりとか、それはね、皆さんの、考えを尊重して、もう全面的にお任せします。最終的にねトップキャップを締めてステムのボルトを締めてというところまで、説明しましたが、もしねここまでの説明の中でわからないことがあればぜひねコメント欄に残していただければなというふうに思います。特に一体型のねハンドルバーに関してはステムのねボルトだけでいいと思うんですが、さらにハンドルを交換したいとかっていう場合、ステムとねハンドルが別体の場合は
あのステムのね、先頭の、まあ、塔の方についている4本のボルト、まあ、2本のパターンもあるんですけど昔のやつとかね、これの締め方とかも結構ね難しかったりするので、この辺もねまた改めてビデオとして皆さんに紹介していこうというふうに思ってます。ということで今回はですねステムの下げ方について皆さんに紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。今回の動画でわからないことがあればたびたび申し上げますが、コメント欄の方にですね気軽にコメント残していただければというふうに思います。それでは皆さん、ハンドルが高すぎるなっていう方はぜひ自分で挑戦してですね調整してみてほしいなというふうに思います。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。